はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日もフォーミュラアスリートハングオンマッハをね育成していきたいというふうに思っております。ハングオンマッハさん、これ以前動画でご紹介しました通り、めちゃくちゃ強いですよと、新パック一番の当たりですよと。効果ね、一応もう一回説明しとくと、このカードの攻撃力は、このカードのレベルかける300ポイントアップすると。でこのカードのレベルよりも元々のレベルまたはランクが低い、相手モンスターが発動した効果を受けない、つまりレベル上昇というこの最強のスキルを使うことによって、上昇したレベル以下の、より低いか、攻撃力、あ、攻撃力じゃない、レベルまたはランクを持つモンスター効果を受けない、つまりほぼ全てのモンスターをの効果を受けなくなると。でね、前回の動画で、やったのは、レベルマックス9上げるんで、9と、4足して、13だったんですけども、今回はですね、ハングオンマッハさんのレベルなんと、16まで伸びます。16にします。マックスのレベルにしたいと、リンクス史上、ハングオンマッハさんレベル4なんで、レベル12のモンスターを見せつけまして、4足す12で16、16レベルが上がると、こいつ一体攻撃力がいくつになるかっていうと4800になるんですよ。4800で他のモンスターの効果を受けないとかいうマジでヤバいモンスターが誕生するんですね。これがハングオンマッハ育成計画です。でハングオンマッハ育成計画なんですけども、魔法トラップに、まあ、軒並み弱いんですね、このモンスター。因果切断、サンダーブレイクなどなど、デモンズチェーンとかなどなど、その辺の汎用魔法トラップカードを全て引きます、月の書とか。なのでああいうカードは全部バック除去で、バック除去しまして、それから清掃で守りまして、でハングオンマッハをもう意地でも守り続けると、ハングオンマッハ空手切ったハングオンマッハを意地でも守り続けるっていう、そういうデッキです。頭悪いでしょ、頭悪いんですよこのデッキで。成功率は結構低いので、ご容赦いただきたいと思ってるんですけども、要するに16のハングオンマッハを立てたいっていうだけです今日は。早速ね、ハングオンマッハ育成していきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、デュエルモードフォトンチェンジ、昭和の方を指す、いいだろう。槍あるんで結構強いですねこれ。槍あるんで、ハングオンマッハの、4800にして魔法トラップから守るっていうね、最強の戦術ができるんで結構強いし。さあ青眼オルタナオーケー、青眼オルタナオーケーで、ブルーアイズホワイトドラゴンオーケー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 、いいだろう、もういくらでもいいぞ。トラップカードちょっと多めに伏せるのだけ置いてほしい。もうそれも全然いい。いや安心感あるわこれ。清掃やっぱね、バック除去とかバック干渉を入れておくと安心してハングオンマッハの着地をねができるんで、太鼓のチラシいいでしょう。1枚伏せあるのね、 OK、 1伏せあるで、ブルーアイズ出てくる。もう全然意味、もう全然意味ないって、全然関係ない、そんなのは全く関係ない。はいはいはい、いっぱい出てきた、強そう。ハンティングの始まりだ。デュエルモード強い、デュエルモードフォトンチェンジ、フォーミュラアスリートハングオンマッハを召喚、ハングオンマッハのレベルを、因果切断、そんなカードは効かないぜ。禁じられた清掃の効果発動、このモンスターはエンドフェーズまで魔法トラップカードの効果を受けない。そしてハングオンマッハに手札のサブテラーマリスバレスダッシュのレベルを、レベル分上げていく、レベル16だぜ。強い。強すぎてワロタ、強すぎてワロタ。まあでも精霊流ですかね。さあまずは4000パンチだ、くらえ。このモンスターは今レベルが16より低いモンスターの効果を受けない。これがリンクス史上最強モンスターだぜ、リンクス史上最強モンスター。理論上一番強いんで、ハングオンマッハレベル16にするっていうのが理論上。ブルーアイズを回収はいいだろう、全く問題はねえ、全く問題はねえぜ。さあどうする、さあどうする、さあどうする。レベルは16より低いモンスター、つまりレベル15以下のモンスターの効果は受けないぞこのモンスターは。そして
クリーボールとかは投げれない。機械の援軍も使えない。カード1枚セットいいだろう。まあ伏せあるのちょっと怖いけどな。もう1枚ちょっとバックジョッキ引いてほしいなみたいなところはある。ああハングオンマッハしか来ない。あちなみに墓地に送られるカード全部除外されるんで、これ殴ったモンスターとかは全部除外されます。ダークロなんでねこいつ。いやちょっとバックジョッキ多めに引きたい。もうちょいこれどっちがいいかな。こっちか。聖眼になれる、なられるのは別にいいや。因果切断でそれは清掃で守っていく。全力ハングオンマッハ維持計画。全力ハングオンマッハ介護。よしいいぞ。ちょもうやめて魔法トラップ引くの。俺もちょっと干渉が引いてないからもうやめてください。そろそろちょっと勘弁してください。きたー神ゲー。さあお相手の方クローさんですね。よろしくお願いします。ユーレ3倍このデッキ頭悪すぎるんだよな。あちなみに結構事故率は高いんで使うときは皆さんそれはご了承ください。事故率は高いんでそんなにめっちゃクソ強いっていうほど強くないです。決まったら最強みたいなデッキなんで。さあサブテラマイスバレサッシュでこれで最強モンスターが完成して短修了。はい勝ち。はい勝った第3部間サンダードラゴン。よしサンダードラゴンはめっちゃ相性いいの。なんでかっていうとあいつら魔法トラップカードほとんど入ってないんでこのハングオンマッハレベル16にした瞬間詰むんですよ。これねでもねこのデッキこのモンスター突破する方法ないっす。あのデッキ多分月の書とか入ってるサンダードラゴンとかだったら、まあ、一応いけるんですけど本当サンダードラゴンってモンスター効果でほとんど押していくデッキなので魔法トラップほとんど入ってないんですよね。まあ援軍くらい。とにかくこの薄い方今攻撃者のデッキ枚数16、17、18、19、20、20、22枚だから22枚のサンダードラゴン多分魔法トラップ入ってないんですよほとんど。援軍くらいで、まあ、クリーボールとかは入ってるかもしれないですけど。なんでハングオンマッハのレベル16にして立てた瞬間ゲームエンドです。はい、このモンスター一生突破できないんじゃないで、墓地にカードを送ることもできなければクリーボールも投げれないっていうね。クリーボール投げれないんですよ。まあクリーボールも来ませんけどね。ちなみにクリーボール投げれたとしても仮にハンガマッハさん15以下のモンスターも受けないんで聞きませんけど。頑張って展開するな。何も聞かないぞ。何にも聞きません。このモンスター今無敵です。無敵敵がいない。今サンダードラゴンデッキなんて敵はいない。もうこのモンスターに。さあライチョウリュウサンダードラゴンがめっちゃ除外されていく。めちゃくちゃ除外されて墓地からじゃあ除外ゾーンから特殊召喚。除外ゾーンから特殊召喚できるの強いなサンダードラゴンで。エクシーズかいいの。はい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 。トレミスいいだろう。勝ったと思ってんだろそれ。テキスト読め。テキスト読めハングオンマッハのテキスト読め。テキスト読め聞かれっつってんだろ。聞かれんだよ。固まってるぞ。フォーミュラアスリートハングオンマッハさんの効果を今さら読んでも遅いようだな。ターン終了。これ清掃でワンキル取れねえの痛えな。4800から4000でしょ。1700これワンキル取れねえな。師匠100足んねえな。まあ、しょうがねえか。さあ獣をぶん殴ってこれ入れて800下げて900だから、そうだね、そうだね、3000キロだからちょっと100足りないな。惜しいな。まあいいわ。さあそして孤高の獣の効果発動。破壊されると除外されているカードを回収することができる。今さらそんなことどうでもいいけどな。回収して何出すんだろうな。ターン終了だぜ。無理だろ。もうサレンダーしろよ。無理だろこれ。どうやって勝つんだよあいつ。ひたすら壁を生成してあれか遅延行為していく感じか。これマジでだって勝ち筋なくない。はい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 。ここの獣なんか反動結構強いですね。毎ターン獣引いてて獣で雷電流と、さあ雷獣流かなんかを除外していくのか。さあ雷合流ほう雷合流もう除外するカード上がっちゃったかな。さあ雷電流の効果発動。もういいよ大丈夫。もうぶん回さなくてももう負け君の。まあまあできないでしょ。どんだけ頑張る。なんでこいつ粘ってんの。月の書かなんかあんの。
入ってんのかな、まあ、入っててもあの槍っていう作業カードあるんで意味ないんですけど、ね、さあレベルコピー発動していく、あレベル6にしていくのかな、はい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 、何出しても効かないんだってそれ、ランク6効かないんだって無理なんだって今さら遅いんだって、それ発動する効果しか無効にできないからそのモンスター無理だって諦めろって無理だってテキスト読めってテキストを読め効果を読め、おっそこいつ、さあお相手の方クロホーガン選手ね、よろしくお願いします、デュエル3倍デュエルハンゴンマッハを召喚、そしてユベルダスエクストレームドラウリッヒドラッヘのレベル12をハンゴンマッハを選択して上げていく、はい最強お手軽最強デッキかよこれ、意外と作詞だな、最強だわ、フォーチュンビジョンだと、まあでもフォーチュンレディは別にいいか、フォーチュンレディは関係ねえわ、聞かねえもん、4800選んで除外知らねえ、選んで除外とかいう効果全く聞かねえから大丈夫や、さあウィンディはきついな、いやちょっとねその横にあーもう振っといた方がよかったかな、いやでもなあの横のレベル上昇、えっあでもバトルえどういうことどういうことどういうこと、あうっそー嘘だろ